弾低気圧荒れ水面から始まった今シリーズ、ファイナルファンの興奮の起爆剤と化して誰がてっぺん止めに成功するか、 G1 ゴールジャパン竹島特別ガマゴール解説57周年記念競争、いよいよファイナル優勝戦を迎えています。鋼の壁と化します。巡ってきたチャンスは生かす、ヒゲ逃げ大島和也、デーンと陰線に構えるか。この水面では譲れません。魂の走りを今日も見せる赤岩義雄、定番通りにコースへ入ります。そして準優で見せた驚異の旋回を再び大高積み、不可能を可能にするオーラのテクニカルドライブといえば池田浩二に瓜生正義、ジーンと染み入る、そんな内容で G1 初 VA チャレンジは斉藤陣。枠なり体型で着々と大島和也、赤岩義雄に大高積み、4角に池田浩二、瓜生5コース、サイアウトログ予定の斉藤陣。かすかな追い風であります。ガマゴーリ解説57周年記念競争ファイナル優勝戦、1番2番3番4番5番6番の進入です。スタートを切ってきました。内側全体ぶっ込んだ1番2番1号艇の大島和也がまずは逃走態勢、王道のイン逃げ、2号艇機敏に刺す、2号艇赤岩、3号艇中終わった笛が浮かんだ、赤岩の艇が刺さるか、大島踏ん張る、2艇混戦状態、インコースは2号艇の赤岩義雄で、アウトは1号艇の大島和也、前頭スターター正常でした。激戦の主導権争い、赤岩コーナー先回り、開いて1号艇の大島和也、渾身の差し狙ったが艇が浮かんだ、流れた、2号艇の赤岩義雄が先頭、続く1号艇の大島和也、3番での軍船からは3番4番同体でありますが、イン3号艇の太田、アウトは4号艇池田、後方から5番6番と瓜生斎藤渡りもやってくる、3番艇激戦状態、5号艇戻り込んだ瓜生、開いてすかさず3号艇差して回ろうとしますが前が詰まった、ここで5号艇逆転瓜生、上位は2番1番5番体系も、4号艇ポケットを突き刺す高旋回、4号艇の池田浩二、ひたすら独走態勢は絶品キリン、早指しの高旋回からえぐった2号艇の赤岩義雄、続く1号艇の大島和也、3番手の末ごちゃついた、4番5番あたりが強襲、6号艇の斉藤陣、踏ん張る5号艇の瓜生のスピード高旋回炸裂、ここで瓜生が単独3番手、上位は2番1番5番の体系であります。3周回ラジターンマークをクリアし、最後の向こう上面直線構成、先頭で立ち上がったのは2号艇の赤岩義雄であります。山氷の調整を知り尽くしたエンジニアが終盤戦はパワーアップに成功であります。気合、魂、闘志、勝負に徹する赤岩優の派手な立ち回りで V 取り成功であります。ガマゴーリは東海ダービーに続いて G1 連続制覇となりそうな、ガマゴーリ強し赤岩義雄、先頭ドクターの赤岩義雄優勝の五輪、2着で1番の大島、3着5番の瓜生、後方4番池田、6番斉藤、ラスト3番の太田五輪。1着2番、2着1番、3着5番、蒲郡ボートレース場第12レースの勝ち船番号並びに払い戻し金をお知らせいたします。2連勝単式21100円、2連勝複式12290円、3連勝単式215360円、3連勝複式125550円、その他はご覧の通りです。